皆さんこんにちは、ウチナタクチャンネルです。私は今羽田空港の第一ターミナルの制限エリア内の方におります。今回は羽田那覇の JAL 便のレビューをしていきたいと思っております。よろしければご覧ください。続きまして、日本航空沖縄那覇行きは、お座席番号40番以降のお客様を飛行機へご案内いたします。どうぞ、皆さん、登録。まんま。沖縄那覇行き、ただいま、お座席番号。この便は日本航空925便那覇空港行き、アメリカン航空、フィンエア、ハワイアン航空、ラタム航空との合同シェア便でございます。本日も全国出発者のご協力ありがとうございました。本日担当いたします、機長は福地、私は客室を担当いたします、松尾でございます。本日は航行中、おおむね良好とのことではございますが、ところどころ揺れも予想されております。ご着席の際はシートベルトをしっかりとお締めください。携帯電話など電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内コードなどに設定するか電源をお切りください。機内は化粧室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。 JAL グループでは新型コロナウイルスへの対応として、機内食などの衛生管理や必要に応じて機内の消毒を行うなど環境整備を行っています。お客様に安心してお過ごしいただくため、飲食時以外はマスクの常時着用をお願いいたします。なお、除菌シートなどで窓をお拭きになることはご遠慮くださいますようお願いいたします。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。緊急時は乗務員の指示に従ってください。 In case of emergency, please follow our... についてご案内いたしましたが、酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。また間もなく夜間の離陸に際しまして、機内の照明暗くいたします。
車灯のスイッチはコントローラーにございますので、どうぞご利用ください。コロナウイルス感染拡大防止のため、着陸後は周りのお客様との間隔を空けてお降りいただきます。前方クラス内のお客様よりご案内いたしますので、普通席のお客様は改めてご案内いたしますので、お座りのままでお待ちください。
はい、那覇空港に到着してもう到着出口の方に出てまいりました。まあ搭乗率はだいたい半分未満くらいですね。5割4割くらい搭乗率でした。まあ今日は土曜日の夜なのですが、ちょっと普段の様子がどんな感じなのか分かりませんので、ちょっと参考程度になれば幸いです。やっぱり飛行機はいいですね。まあ、一応飛行機の機内でも観光地の紹介はしておりましたし、東京発着の GoTo も10月1日から始まるので、まあ、感染症予防対策を徹底した上で旅行はまあ可能なのかなと思っております。これから秋冬にかけてインフルエンザも流行ってきてしまうので、それまでにあと1回か2回くらいはまた飛行機乗りたいなと思っております。まあ、私も言うまでもなく感染症対策は徹底した上で今後沖縄県外の動画も撮っていきたいと思っておりますので、よろしければよろしくお願いいたします。というわけでこんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。よろしければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。